2006年、辰野市で当時、小学生の女の子を刃物で刺し殺人未遂の疑いできのう逮捕された男が事件の直前に別の女の子に抱きついたことを認め女の子を物色していたという趣旨の供述をしていたことが分かりましきょう、神戸地検に送検されたのは2004年に岡山県津山市で女子小学生を刺殺したとして 無期懲役の判決を受け、服役していた勝田邦彦容疑者です。警察によりますと、勝田容疑者は2006年9月、辰野市新宮町の路上で学習塾帰りの小学4年生の女の子の胸などを複数回刺し殺害しようとした疑いが持たれています。調べに対し、勝田容疑者は、女の子を刺したことに間違いありませんと 捜査関係者によりますと兵庫県警の任意の取り調べの中で事件当日の状況について女の子を物色していたなどと話しているほか事件の直前に塾帰りの別の女の子に抱きついたという趣旨の供述をしているということです。 また2007年に加古川市別府町で小学生の女の子が殺害された事件についても関与を認めたということです警察は動機や事件に至る経緯について詳しく調べています